1年本当におめでとう。 VT 同期の中で1年前と今で印象変わった人とかいるっていうお便りですね。いやなんか VTA の流れからさ、 VT 同期の中で1年前と今で印象変わった人とかいる。そうだな、正直みんな変わってるからまあ潜在写真とね今の様子を見てもらったら分かると思うんですけど、ちょっと変わりすぎてるかこれな。うん変わりすぎたやつおるしなまあでもなんだろうな、なんか変身って感じで、自分リニューアルって感じで、みんなと同じタイミングっていうので、やっぱりみんなの姿をちゃんと見た時はなんか感動したよな。あ、なんか、なんて言ったらいいんだろう、ちょっとわかんないけど。でも私、結構あれなんだよ。セラフのさ、VTA の時の潜在写真が結構割と好きだったんだけど、なんか今変わりすぎてるから、なんかまあ VTA の時の方がまあ好きではあるかなって言って、悲しいよって言われてる最近ちょ、黒髪がね暗めの髪の毛が好きだったから、ちょっとまあっていう。それやったら四季凪明とかも、なんかね全体的にちょっと色が暗めになったというか、メガネかけちゃってね。顔はいいんだけどな、とか言ってる。ちょっとやめてくださいよーって言われてたの。まあでも、みんな素敵になったと思うな。まあ、そもそもだってさ、同期がさ、こうなんか、本来の私って感じで、こう、お互い、バーンってこう出たわけじゃん。それがなんか結構、なんだろうな。でもなんだろうな。違和感じゃないけど。あ、なんか、まあ、みたいな感じだったね。わかる？このなんか、そんな、大幅な、変わってなさよねみたいな。いや、よく例えでプリキュアみたいってよく言ってくださるんだけど、あーみたいな、わかるなんか面影はな、確かにあるなみたいな。私もやっぱさ、潜在写真から今の感じにイメチェンいろいろした時にすごい2人の反応怖かったんだけど、なんでもね、ボルタクションはもう、はぁみたいな。誰だろうなみたいな。ガラッと変わったよね。
まあ確かに、ね、裏で生きてた人たちだから、まあ同じ方が良くないか、逆に。なんか、渡来ひばりが、あれだよな、なんか仮面つけてたよな。で、なんかやっぱイメチェンじゃないけど、本当の姿というかが出てくることで、なんかちょっとやんちゃっぽくなった感じあるよな。かなとはなぁ、大人になったよね、逆にね。なんか大人になったなって思ったの、すごい。ね、一気になんか大人になったよな。でもなんか声の爽やかさが残ってる感じで、アフラカナトだーみたいな、客観的に見てね。うん、まあ、当たり前か。